お疲れ様です。今日は会社、株式会社とかも個人事業主もそうですけど、結構視聴者のコメントで、どうやって会社作るのとか、どうやってやったら会社できるのっていう話を結構聞くんで、その辺の話をしていきたいなと思うんで、結構調べて、ためになる話なんで、ぜひちょっと最後まで聞いてください。もしよければ、チャンネル登録といいねか、ぜひよろしくお願いします。あと、日曜日にね、ちょっともっと深い話をインスタでやってるんですよ。やり始めてるっていう段階で、どこまで続くか分かんないんだけど、日曜日の8時から9時ぐらいにスタートして、最初ちょっとまだ今のところは YouTube やって30分ぐらいで、インスタに切り替えるみたいな。まだちょっとインスタ自体がそんな登録者が少ないから、なかなか来ないから。ただYouTube でやっぱ興味ある子おるじゃん。この独立したいとか、建設業で働いてる子っていう子たちが、気づかないといけないんで、まず YouTube でちょこっとだけ告知30分ぐらいして、そこからインスタに流れて、結構しっかり、あれはね、お互いに顔が見れるから、もっと俺も深い話ができるんですよ。ここであんまりごちょごちょ言うと、ああでないこうでないって言われるのが結構多いんで、なんでインスタまたもっと勉強したいと思ったら、インスタぜひ入ってください。まずは株式会社だよね。株式会社ってじゃあ何って言ったら、有限株式持ち分会社か。で、今、有限会社っていうのは詳しく言うとないんですよ。で、株式会社っていうのは、前はね、有限会社300万、株式会社1000万で、その会社の設立があって、じゃあその1000万と300万何って言ったら、単純に大きいかちっちゃいかで、有限会社はちっちゃいよって。で、俺はちなみに一番最初会社を作った時は、有限会社、コンストラクション南から、有限会社、南建設、株式会社、南建設、株式会社、南建設、だって4回変えてるんですよ、会社名を。これ、有限も株式も名前ついてセットで社名だからね。そのたんびに高い金払ってるんですけど、インカムも全部作り直さなきゃいけないからね。そんだけ3回、4回変えてるんですけど、今はちなみに株式って1円からできるんですよ。だから今は逆に言えば1円株式ができるから、株式会社だから信用できるかって言ったら、昔はそれある程度あった。ある程度1000万用意しなきゃいけないから。で、ちなみにその1000万のお金、300万の資本金って何って言ったら、数ヶ月、やっぱ口座に預けとかなんですよ。だって本当に俺が1000万持ってるとか300万持ってるっていう証明をしなきゃいけない。だから究極は俺はもう300万からスタートしたってことだよね。で、それはある一定期間使ったら、その経費に使っていいんだよ。物買ったり車買う。で、それ300万で会社作る。1000万で会社作る。で、その1000万をこの会社のことで使うから、別に経費に使っていいんだよ、もちろん。ただ、通帳に金がなくなったら会社潰れるからね。潰れるとか、お金が払えなくなったら。で、持ち分会社っていうのはちょっと特殊で、あんまりここは覚えんでもいいのかなと思うけど、ちょっと簡単にこれちょっと、みたいなの出ると思うんですけど、株式会社と持ち分会社って大きく違って、持ち分会社っていうのはあれなんですよ。このグラフの通りだと思うんですけど、持ち分会社ってのは、どちらかというと会社を大きくする目的のために作るっていうよりは、もう家族全員で、例えば持ち分会社。で、持ち分会社っていろいろあるでしょ。合資会社、合名会社、合同会社とかなんかいろいろあるんですけど、それは何って言ったら、そのみんなが社長みたいな。株を1000万円でもらって、株式の場合は、ここに書いてある通り、その1000万、俺が出して、だって俺が従業員、ミッチーでも何でもいいやね、寺西君も辞める、じゃあ社長ね、お金出してください、僕、商売やりたいので、俺がやりたいと思って、一緒にやろうかって、その代わり、じゃあ利益の 10% 持ってきてくれよって言って、じゃあ1000万投資してあげるわっていうのが株式会社だよね。で、そういうのは、いくらでもあります。で、俺はちなみに株も全部持ってるし、社長兼権も持ってるから、社長と株主っていうのは全く別物なんですよ。で、そこが株式会社。で、持ち分会社っていうのは、そのみんなで一緒にワイワイやろうぜみたいな感じだよね。だからもうなんか、ちょっと会社じゃないね。もう逆に。会社なんだけど、で、ほとんどのものは株式会社でしょ。みんなが作ろうと思ってるのは、もうこれから会社か個人事業主のどっちかだと思うんですけど、じゃあまず、じゃあ、法人、法人っていわゆる株式会社だよね。法人を作るのにメリット。メリットって何って言ったら、やっぱ信頼されやすい、経費を入れるのが楽。で、あとはやっぱ銀行とかの信用性も出てくるし、ね、国民金融公庫とかいろんなところからお金の出資を受けやすい。で、あと赤字の繰り越しができる。10年繰り越しができる。で、個人は3年かな。ただこれ、じゃあ10年も赤字だったら潰れるでしょって思うかもしれないですけど、案外ね、そうでもないんですよ。経費ってね、面白いことにね、先に経費が出てっても、で、お金が出てかないものとかもあるし、逆にお金は出てっても経費に入れられないものってあるから、経費とまた株式会社って簿記を覚えなきゃいけないんだけど、減価償却っていうのね、それも減価償却の話も一回したことあるんで、それまた見てもらえばいいと思うんですけど、一つはその赤字繰り越しってのはさ、例えばじゃあ俺今年赤字1000万出すじゃん。で、来年トントンだったらずっと1000万繰り越しとるわけよ。で、1000万黒字が出た年にゼロに戻るわけでしょ。だけど、それが10年持たせれるよってことですよ。で、そんなんあれでしょって言うけど、株式会社、ちなみに俺が給料持ってくからね。で、その皆さんも株式会社を作った場合は、その自分も従業員だから、
ただその株主の意向を受け入れるから、まあ、自分が株主だったらその株主総会っていうのを開いて、まあ言い方悪いけど書面上みたいなものもあるけど、労務士ともいる、ちょこっと会うもんで、まあ、それが株主総会みたいな、何月何日に株主総会を開きました、ここで誰々の代表取締役の給料を上げますとか、役員にこの人を入れますとか、専務に入れますとか、そういう役員は株主総会で決めなきゃいけない。で一応俺もそのだって株主総会って何十回もやってるけど、相手がいないから俺一人でやってるってことだよ。一人だからでしょ。そういうのがあるのかな。あとはまあ設立に25万かかる。まあこれそうだな。定款とか、まあ当本、収入印紙。収入印紙も税金なんでね、収入印紙って。切手で1万円とか2万円する切手、10万円の切手があるから。で、あとはまあ登記とか、まあ手数料とか入れると25万から30万、40万ぐらいかかるのかな、会社設立でね。うん。で、会社のデメリット。デメリット。っていうのは、まあ、住民税がかかる。で社会保険にもう社員全員入んなきゃいけない。であとは会社を畳むときに、まあ、2、30万かかる。で住民税っていうのは、まあ、ちなみに7万円かな。住民税っていうのは、まあ、県とかいろんなところにもよって違うのかもしれないんですけど、まあ、それが法人です。ただ、まあ、俺はまあ会社を大きくするんだったら法人にした方がいいんじゃないと思うけど、だって一定だって40万円で作れるわけでしょ。まあ、ある程度今じゃあ個人事業主やっとって年間売上ね3000万ある、月300万って3600万かがあるって言ったら、法人にするメリットはメリットデメリットじゃなくて、やっぱ自分の思いだよね。俺は株式会社にしてまずは売上1億にするんだ、10億にするんだ、20億にするんだっていう、やっぱ思いがないと、お金がモチベーション、まあ高いい車買いたいとかね、いい家に住みたいって、まずそこがモチベーションでもいいと思うんだけど、じゃあそのためにはいくら稼がなきゃいけないのっていうところから逆算で、そこがやっぱ達成されてくると、もっといいものが欲しいっていう人もおれば、これでもあんまりそういう人に会うより、じゃあもっとこいつらと一緒に会社を大きくしたいとかさ、まあやめてくるけどね、やめてくるんだけどね、そうやって言ってても、でもなんかもっとやっぱ知りたい、もっと勉強したい。俺も YouTube やっていろんなこと学んで、新しいことがまたやってみたい。会社大きくなったらもっと新しいことができる。それが大きいんかなと思うし、まあみんなもそういう気持ちにだんだんなってくると思う。ほんとほっとってもらってくると思う。お金なんてほんと限界があるから。その限界って違うよ。もっと欲しいもあるよ。俺もほんとに買いたいな。だけど我慢だって。でもキャッシュ持ってんだよ。自分の夢のために我慢しとるというかさ、まあもっと大きいことやりたいもんね。やりたいもん。もう本当に何ちゅうの、新しい新規ビジネスこういうことやりたい。でもじゃあ今人が育つの待っとらなあかんっていうタイミングもあるし、じゃあ人入れてきてね、ヘッドハンティングで入れてきて、本当700万800万払って人入れたことも何回かあるけど、まあねことごとく失敗してきてるから俺も。やっぱり人を育てていく、やっぱ俺の血のつながりじゃないけど。ね、ある程度意思疎通ができて、俺のやりたいことが分かってて、そいつのやりたいことと俺のやりたいことが合ってる人たちが育ってきたら、やっぱ投資したいなってやっぱ思うしね。だからまあ俺は法人に絶対した方がいいんじゃないでしょうかって思います。まあそれは個人個人だね。もちろん個人事業主でうちの協力業者さんたち、塗装の職人さんたちは、いや大きくしたくないんです、人雇いたくないんですって、一人でポツポツやりたいんですっていう人がおる。でまあお金もちょっと貯まっとるもんで、まあある程度毎月ね多少貯めて、老後のこと貯めてっていう人もおるから、まあそれは全然否定してないし、それはそれでいいこと。自分の多種多様だからさ、目的。ただ会社を大きくして大きくして、俺はーって小林鬱陶しいこの黄色いヘルメットかぶったやつが偉そうにしてるのが腹立つっていうんだったら、見やれんちゃうかって、まあそこだよね。で最後じゃあ個人事業主の話しようか。個人事業主、これ結構質問来るんですけど、個人事業主どうやってなればいいんですかって言って、まあ俺もね個人事業主をやったことないんで、ちょっといろいろ調べてもらって、そのアシスタントに、まあこれ結構勉強になるなと思うんですけど、まず一つは管轄の税務署、管轄では、まあ、うちで言ったら中川税務署というところがあるんですけど、中川税務署に開業届っていうのを出すんですよ。そうすると、もう会社ってできるの。だって僕、黄色いヘルメットやって、ヘルメット工業にしよっか。ヘルメット工業。黄色いヘルメット工業って言って、そんなふざけた名前は登記できませんって言われるかどうかしない。でも、あるからね。元気が出る会社とか、塗り替え道場っていうのを、なんでそんな名前したのって、まあ、あれ会社名じゃないですけど、屋号なんですけど、まあ、そうやって思う人もおるから、まあ、一概にそのね、まあ、何がふざけとるっていうのは、それは俺の価値観での話だけど、まあ、開業届けて出すだけで、それは多分費用はかかんないと思う。でちなみにそのじゃあ開業届を出さなかったらどうなるのってさ、多分ねほとんどの人が俺出してないと思うの。俺の知り合いとか友達とかね、結構まあ個人事業主のまんま事業員何人か使ってる人とかもいるんだけど、いや多分出してないんじゃないかな。でじゃあ出さなかったらどうなるのってさ、別に罰則も何にもないんですよ。でちなみに今回コロナの影響で企業が 50% の売り上げが下がったら、個人事業者100万もらえる。で、法人は200万もらえるってね。まあ、俺の200万だったら、まあ、スズメの涙って言ったらあかんけど、まあ、もらえるのはありがたいけどね。で、そういうのがあるんですけど、じゃあそれ開業届出してない人はどうなんのって言ったら、もらえるらしい。うん、これすごいね。ってことはもう開業届けっていうのは合ってないみたいなもんって言ったら失礼だけど、まあ、それは、まあ、個人の価値観のあれだけど、だってまあ、国が一定、
あれでしょう、じゃあそんなもん開業届を出てないものを法人として認めないって言ったら、もう認めないのはいいけどお前、あ、会社として認めないんだったら税金も取るのよ俺からっていう世界になっちゃうじゃないですか。なんで国はもう何っていう、やっぱ目的は税金取ることでその仕組みを作ってってるから、どこまで行ってもね、会社法を作って、ね、個人事業主法っていうのを多分作ってるから、もうだって税金がちゃんと取られて確定申告してくれて、青色申告とか白色申告あるじゃないですか。で、開業届をすると青色申告が出せるのかな。それと普通通帳で作ったら、まあ俺だったら小林克信じゃん。だけど会社なんで、あの株式会社七色って通帳なんですよ。だけどそれが屋号で出せるっていうの、例えば俺が黄色いヘルメット工業って作ったら、黄色いヘルメット工業っていう通帳は多分その開業届け出してくださいねって銀行に言われて見せたら作れるんだろうね。届け出しても悪くないよね。でその青色申告ができるとか、まあその税制メリットもあるし、何かあった時に法律が変わってだったら別に出して、そんな手間食うことじゃないから、税務署行ってピュッピュッてやっとこがいいだけのことでしょ。だったらまあ俺はやった方がいいんじゃないかなーって一つ思います。まあ、なんで誰でもやれるんだったら俺はね一つやった方がいいのかなと思います。で最後にね、ちょっとね、じゃあ株式会社ちょっと、まあこれちょっと勉強してってほしいなと思うんですけど、これまあちょっとこれもね、アシスタントがしっかり調べてくれた、ここに一番時間使ったというぐらい調べてくれたんで、ちょっと見たら難しいからちょっと触りだけ話しさせてもらうと、株式会社ってじゃあ何って、上場企業って何ってあるじゃないですか。非公開会社と上場会社だ。で非公開会社っていうのは俺ですよ。で公開されてないで、公開されてないってことは決算の開示が必要ない。で決算開示に経費がかからないよね。だって普通公開し、あの公開してたらさ、株主が何千人何万人とったら、あれでしょ、上場企業一部上場二部上場とかは多分4ヶ月ごとに決算出して、それをみんなにまあ公表して株主総会みたいな開くとか、なんかいろいろまあそこら辺のルールがバーってあるんですけど、法律上ね、上場会社のルールみたいなのがあるから、じゃあそれ用に専門のもう決算の出し方もすごい厳しいから、俺よく現金が足りんかったもんで、ね、社長のお金入れて調整したとか、まあだって結局欠損金だもんね、もうそれは経営者の俺が払うしかないし、株主の俺が払うしかないし、まあ社長の責任だよね、株主の責任じゃないよね、株主が出したらおかしいんだよ、資本金は入れねえもんで。で1000万残ってるはずの金がないって言ったら責任を負うのはあの社長じゃん、役員の俺だ、だからじゃあ俺が弁償して入れるわけだよね。でお前がね、ジムがなくしたのがお前が経理だろうって言って、お前出せって言ったら終わりじゃん会社はね。なんでまあ俺が出してるんですけど、多分上場企業になったらそんなことは難しいと思う。それも報告書なんや、もう現金が1円ありませんので、こうこうこういうふうに処理してもよろしいでしょうかって言ったら、株主全員がオーナーだから、一株でも持っとったらオーナーでしょ。なんでまあその辺はちょっと難しいのかなっていうのがありますよね。まあでも上場会社は本当にごく一部だよ。でまあほとんど多分東京に集中してて4000社ぐらいだったかな、4000何百社っていうのが多分上場してる、たったそんだけなんですよ。上場の中でも公開してるね、一般市場で公開してる上場企業か、上場してる公開して市場、市場ってだって市場だよね、市場って書いて市場だもんね。だって市場に売ってんだわ株価まあ簡単に言ったらそこで買えるわけ。ああ、じゃあ俺コカ・コーラ好きだ、 NTT どこも好きだって言ったら株が買えるわけじゃない。でそこのオーナーになれるのがまあ公開会社でしょ。でまあそれがまあ一部二部三部とか、まあ三部じゃない、マザーズ、ジャスタックとかなんかいろいろあって、まあそこに公開して、究極言ったらその俺がじゃあ公開しますと、まあ決算とか報告は難しいけど、じゃあそれで10億集めますと、10億市場に出して、もう買ってくれる人がおれば、その10億が売れるわけじゃん。ただその市場ってあれ、見ても分かるよ、株が値段上がったり下がったりするから、だから俺はその10億で売る権利が あるっていうか、その なんかよう分からんけど、それがだんだん値段がビューって上がっていくもんで、大金持ちになるみたいな話はあるでしょ。そのウルフ・オブ・ウォール・ストリートって、あのデカプリオの出てる映画で、これちょっと本当にめちゃくちゃ面白い。俺はそれ、本当2回ぐらい見たぐらい面白い。あの、ウォール・ストリートの話で、それはまあ結局詐欺師みたいなことをやって、株を売買して、非公開株って言って、その、世の中に出てないような、もう価値のないような株を、例えば0円の価値のものを1万円2万円で、その市場に出とったら値段ついてるじゃん。もうバーって。なんだけど、めったに買われないような、そのね、あんまりその人が買わないようなものを、まあ多分高く売るみたいな映画の話なんだけど、でそれはデカブリオとか、その昔一緒にやってたスタッフたちと一緒にやって、もう大成功、大成功なのかわからんけど、ね、最後し、やっぱ失敗しちゃうっていう、で、いろんな警察とかも動いて、だけど警察からも、あれってグレーゾーンだから法律ってね、でそこからもう逃げ切るわけよ。で、最後の最後には、その尻尾つかまれて、仲間に裏切られて、だって誰かが一人が喋ったらもう終わりなんだけど、誰も喋らんから、グレーなところだね。1万円で売るから悪いんじゃないんだよね。
なんかその法律が多分いろいろ、まあ見てると分かるんだけど、1万円だってそうじゃん、俺の株を別に1000万で買いたいって人がおったら1000万で売っていいわけでしょ。だって市場があって値段が上がったり下がったりするから、100円で絶対売りなさいって言うわけじゃないじゃん。100円のものだってこのピコハンマー100均で買ったけど、社長がまあそんなやついないけど、これ1000円で買いたいって言ったら1000円で売っても法律違反じゃないでしょ。でそういうまあ映画なんです。まあ面白いんで、まあぜひそこ勉強になるんで見てください。まあそんな感じかな、まあ今日はちょっと一気にバーッと話して、ちょっと早口で、ちょっとね、内容話したいことが要件あったんで、ちょっと早口でちょっと滑舌の悪いところも一部あったと思うんですけど、ぜひまたチャンネル登録といいでね。結構最近ちょっとまあ勉強になるような話、これからいろんなことを勉強してやっていきたいと思うような人に向けてまあ作ってますんで、ぜひチャンネル登録してください。そうするとね、通知じゃなくて、まあ、やっぱ 2,3 日でなんかもう表示されんくなってっちゃうやつが、チャンネル登録しとるとある程度また定期的にピュってこれをあんたに合ってるよって、多分検索履歴とかであんたに合ってるよって、俺もそうなんだよね。なんかやっぱ自分で調べてることっていうのが定期的にポッポポッポ上がってくるんだよね。でチャンネル登録しとるとそれ上がりやすくなってるんで、まあぜひチャンネル登録してください。あとインスタね、インスタの、まあ最初に言いましたんで、まあ覚えとると思いますけど、インスタはぜひまた面白いことやってますんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくー。